今日はまあ平日なんですけど来れたので、偵察っていうよりあれですね、昨日かなり雨が降ったので、その何て言うんですか、本流差しっていうか支流を中心に回ってみたいと思います。また活性が上がる可能性もあるんで、今までかなり雨が少なかったので、だいぶ活性が上がってるんじゃないかなと思いますけど、なんかあんまり増えてないとこと増えてるとこの差が大きいです。結構濁ってるとこもあるし、この盛岡市内周辺が結構降ったみたいなんで、盛岡から西の方でかなり降った感じなんで、そっちはしばらく厳しいんじゃないかと思います。とりあえず濡れてと釣りしてきます。よし、あーちっちゃい、いた、いるね、たくさんいるのかな。やらかしてます。でかいのはいねえか。あ、出た出たな、出たけど出たけどちっちゃかったかな。めちゃくちゃうじゃうじゃいるんだろうな。よし、来た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 、でかいでかいでかい、結構でかい。お、結構てか、まあこの沢の規模にしたらでかいんじゃない。お、こんな止水で釣れちゃうなんて。お、イワナかヤマメかわかんねえ。イワナか、イワナですね。よしよし、おー、引く引く。おー、イワナでした。よし、おー、結構細いけどいいわな。あーっと、細いな。
ねえか。上の。出ろ。どっちでも来そうだけどね。あ、いねえな。いました。いるね。ここはいるね。やっぱいるんだよ、これ。ちょっと水が少ないけど。これでも多分少し昨日の雨で増えたかもしれないですね。いた。こっちから狙えないんで、そっちから狙いますか。あれはまあまあ大きいよ。なん尺とかはないですけどね。25、6かな。難しいな。ここ自体難しい。あ、見えねえ。いた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 。フライ。フライじゃねえや。魚は見えた。昔なあの川のラインだけど、よしか。あ、光った。よし、どうだ、これで食うか。何の鳴き声だろう。やっぱライズしてるね。うんうん。あ、来た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 。でかいでかい。あ、ちょっとでかい。うんうん、ここに潜られるとやばいわ。よいしょ。お木に、よいしょ。この木に潜られるとやばいわ。おお、でかいでかい。よいしょ。よいしょ。やば、いいサイズだね。よいしょ。おお、でかいでかい。
ちゃ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 。でかい。お、尺。尺だな、これ。細いけど。尺ある。細いけど。よかった。よかったっていうか、なんかでも全然尺っぽくないけど。尺あると思う。長いもん。これで、うん、やっぱ尺くらいちょうど。あ、そうです、そうです。継続。多分尺あるんじゃない？長いから。やっぱ、ここで。やっぱり30、ちょうど尺 ?30。ギリギリ尺かな。うん、やっぱありますね。細いけど。すごいね。生き延びたね。これ言わない生き延びたね。いいっすよ。